それでは細野副市長さん、よろしくお願いいたします。じゃあ皆さんこんにちは。すみません、市長が来るまでですね、代理で私の方で説明させていただきますので、よろしくお願いします。それではまずですね、案件の1番の、前橋市のですね、いじめ防止の基本方針の策定でございます。資料1をご覧いただきたいと思います。これにつきましては、市のですね、教育委員会の方で、いじめのですね、防止の基本方針を決めさせていただきました。前橋市の教育委員会、ここに資料の通りなんですけれども、24年の10月にですね、いじめの撲滅宣言をしました。さらに25年度からは専門のですね、いじめ対策室を作りまして、しっかりですね、いじめ防止対策を取り組んできているところでございます。この度ですね、このいじめ防止の基本方針を作りまして、さらにですね、学校と教育委員会、それから保護者とかですね、いじめの関係、いじめに関わる場合はですね、しっかりやろうということで、このいじめの基本方針を作りましたので、後で内容についてはご質問いただければありがたいと思います。それから続きまして2番のですね、大雪の対応の検証報告書でございます。これについてご案内通りですね、2月に非常にですね、市民の皆さんに多大なですね、大雪の被害がございました。で、市の方はですね、その後大雪被害があった後ですね、しっかりまずは検証しようということで、各課各部ですね、総力を挙げてこの検証作業を行いました。で、それを受けまして、今後の対策もさらにですね、また来年のですね、冬、今年の冬ですね、降るかもしれませんので、その対策をですね、しっかりしようということで、この度ですね、大雪の対応検証報告書をですね、まとめさせていただきました。この資料2の目的にございますとおりですね、2月の大雪の反省を通じまして、防災全体、それから危機管理体制の点検と強化をですね、やっていきたいと考えています。で、特に重要なのはですね、今後の取り組みでありまして、ここにですね、4点ございます。初動体制の整備、それから情報発信、それから除雪の活動、さらにはですね、要援護者等の安否確認でございます。特に初動体制の整備ということで、今回の大雪でですね、なかなかの職員の方も、それから業者の方もですね、市民の方もなかなかですね、この辺が手間取ってしまったということがございますので、どうしたらですね、できるかというのを非常にですね、考えまして、この中にある通りですね、まず各市長だとか市民サービスセンターを現地対策本部に位置づけまして、自治会と連携してですね、まずはここでしっかりやっていただこうということでしました。それから災害警戒本部のですね、設置基準を明確にいたしまして、初期段階におけるですね、部署を超えた応援体制を整備してまいりたいと考えています。続きまして情報発信でありますけれども、現在ですね、市民の皆さんにも防災ラジオのですね、有償販売をお願いしているところでありますけれども、その防災ラジオの活用だとか、それから地区ごとにやっぱりいろんな状況がございますので、地区ごとのですね、災害広報を配布するなど、文書によるですね、地区のですね、お知らせもしたいと思います。さらに自治会のファックスとかメール連絡網の整備点検もですね、行ってまいりたいと思います。それから除雪の活動でありますけれども、今回ですね、国とか県道とか市道があったもんですから、非常にですね、連絡網がですね、連携が不十分だったというのは確かにございます。その辺をですね、明確にするとともに、積雪量に応じた出動の基準やですね、除雪の災害方法などマニュアル化してスムーズな除雪対応をですね、整えていきたいと思います。さらにはですね、小型の除雪機や資機材の導入も検討してまいりたいと考えています。4番目の要援護者等の安否確認でありますけれども、特にですね、援護が必要な皆さんにはですね、しっかりやらなきゃいけないということで、民生委員や社会福祉協議会との連携とか情報共有のですね、体制を強化してまいりたいと思います。それから孤立の可能性ある地区との連絡、情報提供体制の充実を図ってまいりたいと考えています。最後にやはり市民力の結集でありまして、今回のですね、除雪とかさまざまな支援体制で市民の皆さんのですね、お世話になりました。この辺もですね、さらに強化する必要があると思いますので、地区防災会の活動の支援や自主防災会の活動支援、地域づくりの推進する事業、さらに地域防災リーダーの育成する事業をですね、これからもしっかりやっていきたいと考えています。それから続きまして3点目のですね、駒寄せパーキングエリアの前橋産の農産物の販売及び前橋産の農畜産物 PR 用発費の作成であります。はい、
資料の3をご覧いただきたいと思います。ありがとうございます。これがですね、新しく作った法被であります。後ろも向いてね、今回できるだけ明るいですね、色を作りまして、前橋産のですね、農畜産物を PR していきたいと考えています。それで駒寄せのですね、パーキングエリアの販売でありますけれども、来月6月の22、29、7月6日、13日、いずれも日曜日ですね、時間は午後2時から6時まで、関越自動車道のですね、駒寄せパーキングエリア内の上り線ですけれども、そのテントをですね、やりたいと、テントで実施したいと考えています。開催内容は、清里地区の特産品であります枝豆の湯上がり娘をですね、生産者が販売 PR、それから清里地区の地域づくり協議会の清里焼の出店、さらには瀬田農林高校の生徒が作った農産物の販売 PR、 4番目といたしまして、赤城の恵みブランド認証品の販売をですね、この表のある通りですね、やっていきたいと思いますので、皆さん PR の方ですね、よろしくお願いしたいと思います。で、当然この発表来てやられるんですよね。ここで本日の会見は多数の案件がございますので、一度これまでの3件につきまして質疑の時間を設けさせていただきます。今月の幹事社であります共同通信の塚原さんに進行をお願いいたします。はい、はい、お願いします。共同通信の塚原と申します、はい、ありがとうございました。幹事社から、2点ちょっと質問させていただきます、はい、ちょっと大雪対応の検証の報告書の、はい、この1枚紙の資料2で、はい、一応その今後の取り組みって書かれてるんですが、これは、まだ着手されてなくてこれからやるっていう、後ろにですね、危機管理官がいますので細かいお話はしますけども、当然もう着手しているもございますし、これから補正予算等で対応することも考えてもあります。具体的には、はい、お願いします。はい、危機管理室見沼でございます。よろしくお願いいたします。先ほど副市長からも出ましたが、今年度予算3月に補正をしたわけなんですが、その中で一部出てます。また初動体制について、職員参集の関係については現在、各課に投げて、体制を整えているところでございます。情報配信につきましては、防災ラジオですね、これはもう、本日から頒布を始めておりまして、かなり強い武器になるのかなというふうに考えております。除雪機の購入等につきましては、今後補正予算等で検定をするということになりますし、また要援護者等の安否確認、こちらにつきましても、前橋市は昨年度から、要援護者リストの作成に努めて、いるということもありますけれど、今後ですね、各自治会に配布いたしまして、そういった活動をお願いしたい、そのように考えております。以上ということでよろしいでしょうか。ありがとうございます。ちょっと細かい1点なんですけど、はい、情報発信の災害広報配布っていうのは、これは、例えば、災害が起きた後に配られるものっていう、やはり地区ごとに状況は多分違うんだと思いますね。大雪の場合でもですね、他の災害でも地区ごとに違うと思いますので、その地区の情報をしっかりですね、ご案内、地区の皆さんにご案内するとか非常に重要だと思いますので、その辺の情報ですね、地区の例えば回覧板に載せてですね、広報したいなと思っています。ありがとうございます。はい、幹事社からは以上です。では、各社さん、これまでの案件についてご質問はありますでしょうか。読売新聞です。ありがとうございます。はい、今の大雪の関連で、はい、今一つ一つちょっと説明していただいたんですけど、除雪活動のところで、はい、また冬が来れば雪が降る可能性が出てくると思うんですが、この除雪体制を整えるとか、あと資機材の導入の検討っていうのは冬、いつぐらいをめどにやられる予定かというのは。除雪活動のですね、基準はすでに危機管理官の方で作っておりますので、後でご説明させていただきます。それが除雪機の関係はですね、今回6月補正でできればですね、これから議会にお願いして計上させていただければと考えております。細かい基準は除雪の基準をお願いします。はい、
小型除雪機の関係につきましては本日お配りした資料の中に、写真がございます。これは最大幅ですね約65センチということで、まあ、歩道だとかそういったところを除雪する機械ということになるわけなんですが、まあ、こちらにつきまして市民サービスセンターとですね、まあ、私有施設と、まあ、そちらの方に配備をしながら、大雪が降った際に役立てていただこうと、まあ、そういうのように考えております。また除雪の体制なんですけれど、これはすでに建設部の方でですね、建設業協会および、国県市、まあ、こちらの方と調整を取りながら体制を取っていくということになりますので、まあ、今年度、まあ、12月ぐらいから雪が降る可能性も多くございますが、まあ、その際には、そういった体制で、乗り切ると、まあ、そのように考えております。よろしいですか。はい、FM 群馬笹川と言います、はい、今の大雪の関係で教えてください。はい、今回2月の雪に対して、報告書という形でまとまりましたが、今回の2月の大雪の関係についてはこの報告書をもって、まあ終わりということはないと思うんですが、はい、一つのまとめということ、今後また新たに報告書を出していくということは今のところないわけですか。それは考えておりません。この報告書をもとにですね、今後の対応は先ほどご答弁させていただいたようでいろいろございますので、順次ですねできることからやっていきたいと考えております。また今回のこの報告書をまとまったものを市民一般の方への周知であるとか、このような形でしっかり対応していますよ、対応していきますよという部分の周知についてはどんなふうにお考えでしょうか。はい、まずですね、市の広報のに概要板を載せたりですね、それから市のホームページにこの全容を載せたりですね、さまざまな方法で市民の皆さんへですね、今回の検証報告書は周知といいますか広報していきたいと思っております。これもいつ頃までに広報、まあ、ホームページだったり広報誌だったりというのがスタンダードの形になると思うんですが、はいはい、というのはもう予定はあるんですか。時期は聞かねか、ホームページにつきましては、今日の会見後にですね準備したいと思っています。それと報告書という形式ではなかったんですが、もうすでにですね市民の皆さん前はですね広報前橋の3月15日号等でですね何度かこういう方向性で見直しをしています、強化していますというメッセージは出しております。以上です。それからあと自治会連合会の皆さんとかいろんな会議がございますので、そういう機会を見てですねいろんな方法で PR していきたいと考えています。朝日新聞の馬場と申します。はい、私自身もこの日取材に当たったので非常に記憶に新しいんですけれども、除雪小型除雪機は何台ぐらい例えば入れる予定というのがあるんですか。ですね、これから6月補正で議会に説明しなきゃいけないものですから具体的に何台っていうのはまだなんですけども約数十台はですね、検討はしているところであります。あと当日市役所の方に取材をかけましたらば除雪をする職員が来られないということだったんですけれども、まあ、前日に大雪警報出ておりますし、今後その体制を取るにあたってですね市職員の方をその当直待機というような形で体制を組むこともありえますか。ですね、やはり警報が出た段階でしっかり体制を取るというのがですね、今回もやってたんですけども、やはり想定外といって失礼なんですけども予想外の大雪だったもんですから、なかなかですね職員の方もそれから業者に依頼してもですね業者の方も自分の会社まで出勤できないという状況が続いてきました。ですので、まあ、これからのことを考えるとですね、警報等がある場合はしっかりですね、市役所の職員が待機をしてですね、備えるというのは非常に重要だと考えています。ありがとうございます。よろしいでしょうか。はい、じゃあ市長が参りましたので、後半の部は私に変わりますので、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。はい、深刻な部分はお世話になっちゃってすいません。楽しいところから始まりましょう。ペットボトル赤城の恵みお手元に配っております。素敵なデザインになったと自負し、はい、ごめん、はいはい、ありがとう、はいですね、素敵なデザインになったと私たちは自負しています。今までただ中身は同じ前橋市水道局の金丸水源から取った
新鮮な水です。金丸水源、西田さんいいんですよね。はい、どうぞこれからも販売促進に努めてまいりたいと思います。やっぱりシティプロモーションとして、お水がおいしい都市は農業もおいしいですし、そして環境もいいという、そういう大きなイメージのくくりの中で、一つの私たちの PR の大きな柱として、この前橋の天然水を売り出していきたいと思いますので、どうぞ皆さんもご愛用いただきたいと思います。前橋でも市内の量販店等で販売をするように、今水道局を中心に取り組んでおります。次は花火の協賛であります。前橋花火、前橋の四大祭りの一つ、前橋の花火、この夏の風物詩にまた大きく花火を皆さんにアピールしながらお願い事もさせていただきたいと思います。今回も昨年同様、例年同様、花火のご協賛をお願いをしています。詳細はまたお質問があれば観光課長にお答えをさせていただきます。大きな花火、そして鮮やかな花火、たくさんの花火、また大きさサイズも様々でございますので、それぞれにつきまして市民の皆さんへ向かってぜひご協力をいただきたいと思います。同様に見る側での有料観覧席も今回も設置をさせていただいております。今回の有料観覧席も昨年同様、皆さんに楽しみながら花火をゆっくりと見ていただくような場所の提供をさせていただいております。さて最後、次は群馬花もゆプロジェクト促進協議会がいよいよ設立の運びとなりました。それに伴いまして、設立の記念の講演会のご案内もさせていただいておりますので、どうぞ広報いただきながら、多くの市民あるいは協議会でございます、これは花もゆのお客様を、前橋市だけがお迎えをするものではありません。当然香取元彦群馬県連香取男爵が奥様と歩かれたいろいろな地域地域、群馬県中の地域地域、あるいは一緒になって関わっていた富岡の製糸場であり、あるいはその王子の水沼製糸場、これは桐生市、現桐生市でありますけれども、こういう史跡、あるいは出来事、いろいろな形の中で、前橋市の花もゆではなく、これはオール群馬で、それぞれの市町村でいろいろな関わりを持ちながら、一緒になって、お客様が来た場合のもてなし、あるいはルート開発、あるいはお土産等の商品開発を私はやるべきものだろうと思います。前橋市だけが独り占めにするという意思は全くありませんで、群馬県、そして35市町村を中心にプロジェクトチームを立ち上げさせていただいたというご案内、それに伴うところの記念講演会のご案内をさせていただきます。PED、豚流行性下痢についてでございますけれども、農政部長から連絡があり、本市としても豚の町前橋を標榜している、その畜産都市としても、PED についての緊急対策が必要であるという観点から、ワクチンの補助助成および消毒用の石灰に対する助成制度を今回緊急に取り組むことになりました。詳細はお手元でございますけれども、正確であれば私から読み上げますけれども、ボトン用のワクチン、これに関しましては接種費用の2分の1を助成をする。そして消毒剤の配布についても消毒用消石灰の配布を市として各畜産農家に対して取り行うという内容でございます。予算額については約1000万円を予定をしております。細かい内容につきましてはまた農政部長あるいは農政課長ここに在籍しておりますので、お話を伺っていただきたいと思います。はい、6月15日のパブリックビューイングのご案内です。残念ながら本市磯貝
本市の細貝選手は今回の代表のメンバーには選ばれてはおりませんけれども、それでも、まあ、私たちとすると、現在発表の1位メンバーに何か不測の事態がある場合の、まあ、補員として登録されていると聞いておりますので、まあ、本市の細貝選手が、まあ、出場の機会もあればとは思っておりますが、その有無にかかわらず6月15日ずいぶんデザインが見えづらいですね。すべては4年に一度の歓喜のために、うちのオリジナルデザインですね、はい、ずいぶん気合い入りすぎてますけれども、ということでコートジボワール戦のパブリックビューイングを10時から前橋市中心市街地にあります中央イベント広場において開催をするというご案内でございます。はい、ありがとうございます。スプレンドレで、この辺が10時からでございます。従いましてキックオフ10時、そして、試合終了が延長でもない限りには12時ごろ、そしてその後同会場におきまして、スプレンドーレ伊香保からクラシックカーがいっぱいいっぱいスタートして、群馬県内の名所旧跡を回られて、そして、磯辺温泉がゴールと聞いておりますけれども、このスプレンドーレ、あ、これなんだ、これの中継地点として、前橋の中心市街地が、お世話をさせていただくことになりました。従いまして10時からはパブリックビューイング、そして、午後からはスプレンドーレ伊香保が、前橋の中心市街地に60代のクラシッカーの方々がお出かけいただけると、群馬テレビさんのご案内ということですね、主催がで行われるということをご案内をさせていただきます。はい、ありがとうございます。これはもう見ていただく、次の案件は見ていただくことが大事だと思いますので、前橋市消防局精鋭部隊の雄姿をちょっとご覧をいただきたいと思います。もう僕から言うことはないですね。もうこれで、まあ、本市の消防隊員が、まあ、見事群馬県代表となって6月6日勝ち得て、そして全国チャンピオンになることを期待しながら、本日の会見を結びたいと思いますが、先ほど私がスプレンドーレに際しまして伊香保スタート磯辺ゴールと申し上げましたが、ゴールが、前橋の中央イベント広場でございました。訂正をさせていただきます。その時には大きな新しく市が準備しました大きなテントも用意しながら、みんなで、楽しい、前橋の中心市街地の雰囲気を作りながら、まあ、お昼でも食べていきたいと考えておりますので、ぜひ記者団各位にもお出かけをいただければと思います。さて以上です。もう終わります。ありがとうございました。共同通信の塚原です。
幹事社から1点ちょっと、花もゆの推進協議会でちょっとお伺いしたいのですが、今回は、講演会ということですが、この講演会以降で何か、もうすでに決まっている何かイベントとか取り組みがあればちょっと教えていただきたいのですが、この講演会以降は私どもの前橋市として行っています花もゆおよび歴史的なものについてのガイドを要請する前橋学芸員の講座、その他に何か企画がございますか。推進協議会としては、第1回が立ち上げということで、それに合わせて記念講演会をしたわけです。で、第2回については、関連グッズの商品開発を進めて、その発表会というのを秋にしたいと思っております。で、ドラマが終わった3回目はですね、まとめということで、今後花もゆで現れたその様々な効果をどうやって持続的に、県全体やら市全体の施策に生かすかというような形で、総括をするというので、協議会そのものはですね、3回ほど計画しております。ありがとうございます。幹事社からは以上です。各社さんいかがですか。朝日新聞の馬場です。パブリックビューイングなのですが、ラウンド16以降試合結果によって放映となりますというのは、これは日本が勝ち上がったらという条件で。その通りです。わかりました、はい。で、申し込み不要で直接現場に行けばいいという話ですね、はい。でちなみにこれ毎回やってらっしゃるんですか、ワールドカップの時には。私前回は民間団体がやっていただきましたけども、市としての主催は今回が初めてです。ありがとうございます。読売新聞の鈴木です。ありがとうございます。はい、花もゆの関係でもあるんですけれども、はい、先日市長は山口に行かれたと思うんですが、はい、こちら山口県に行ってみての、ご感想とどういったお話をされたのかっていうのを簡単に教えていただければ。そうですね、防府市、それは香取男爵が最後にご夫妻で過ごした土地、そして萩はもちろん生まれ明倫館で学んで、そして自らも吉田松陰の元で松下村塾の塾頭として後進明治の力を、学の力を与えてくれた場所でもあります。そして私思ったのですけれども、こうして吉田松陰さんの思想を香取さんが具現化した、見せたのはやっぱり群馬の地なんだなと思いました。その中で吉田松陰さんの勉学を取られた明倫館、そして豊富における加宝小学校、そして香取の理念によってまずは最初に作られた群馬第一番小学校、馬江橋小学校たる現桃の小学校、この三小学校の、いろんな形の連携を、子どもたちの連携をしていければいいなと思っています。明倫館では何しろ論語の朗唱を行っている。そして私どもの桃の湯小学校では、その学んだまさに香取によって引き寄せられたと言っても過言ではないと思いますけれども、千葉県狩宿出身の鈴木貫太郎少年もその当時の桃の湯小学校で学びました。そして桃の湯小学校では今も鈴木貫太郎さんの遺訓である正直にたゆまず励めという言葉を朗唱していると、まさにこういう形の中で、精神としてはつながってるんだなと感じました。やっぱりこういう精神性を私たちは大事にしながら、三市連携で花もゆに向かっていこうと考えています。もう一つ驚いたのは、香取さんのお墓、大楽寺の香取公のお墓の近所に夏目雅子さんのお墓があったのには驚きましたですね。そんなことです。もう一点はタクシーの運転手さんなんかに聞きましたけれども、ずいぶん群馬県の人たちが今回の花もゆについて香取さんの功績を知って、ぜひ長州の地に墓参りに行きたいという方々が今群馬から相当豊富に伺っているという話を聞きまして、群馬県人のその何て言うんでしょうか、優しさみたいなのを感じて、それもまた私は誇らしく感じました。一番はあまりお客様が来るというご商売ではなくて、
私たちはこの機会に明治というものを学び直す、群馬県民が明治を学び直す素晴らしい機会になるんではないかっていう、そういう予感を西を回りながら、まあ、先月の金沢も含めてそういう歴史都市を回りながら、その息づく精神性を前橋市がもう一度復活させる、そのきっかけになるような気がしてなりません。まあ、それが大きな旅の感想です。いかがでしょうか。東京新聞の伊藤です。大雪の、検証報告書についてなんですけど、まあ、先ほどちょっと市長がいらっしゃらなかったもので、改めてこの報告書の市長からご覧になった力点というか、特にこういったところを強調したいというものがありましたらお願いします。正直に我々の実態をつぶさに報告書にまとめました。そして私が感じたのは、やはり一人のリーダーシップではなくて、自動的にシステムが入る仕組み、それが大切なんだなと感じました。先ほど副市長が答えられた通り、我々も初動体制に少し緩いところがあった。ならば自動的に初動が入るように、積雪10センチになれば各関係機関の除雪が自動的に始まる、まあ、こういう仕組み作りが大切なんだろうなと思いました。二つ目は、先ほども言ったように、一定のリーダーシップではなくて、分散されたリーダーシップによって、地域地域ごとに除雪や、あるいは救助、復旧の形があるんだろうと。今回は、市長、サービスセンター、各地域自主防災会に、一定の災害に対する対応の裁量権を分配し、それぞれの形形で弾力的に災害への対応を行う、この2つが大きな眼目だろうと考えています。よろしいでしょうか。そしたら案件以外でございますでしょうか。大丈夫ですかね。はい、そうですか。では、身近なところでは、じゃあ6月15日、日本代表戦、ご一緒に来てくださいませ。お待ちしております。ありがとうございました。